食パンのネタをね。だからあれ食パンのネタってやついないんですって。気になるのは別にそのハイツの西野の演技とか。いいよ別に。パン屋さん。パン屋さん。あの、打天使ですよ。打天使初めてその映画の監督と会うときに、うん、うわ映画の監督っぽいなと思ってますなんか。ベースで圧あるじゃないですか、なんか基本的に。なんかよくないよ。早なんか違うんですよ。多分そのあめっちゃ頭いいからなんかもう、うん、なんか早しましょうみたいなこのトーンじゃないですか。確かにそうかもしれない。だからうわなんかこう絶対なんかこうつまんねえとか思われたくねえなっていうのはめっちゃ思って。前も聞きすぎで。やべえみたいななんかこの人なんかすげえちゃんとしてる人かもしれないみたいな。確かに。お笑いをなんか分かってるかもしれないから、うん、なんかつまんなかったらなんかバレちゃうかもしれないと思って、うん、だから逆に慌ててなんかもうリアルなとこだけ言いましたね。なんかもっと当たり前のことから言っていこうぐらいには、ね、最初お互いねこのねなんか行きのなんかこの撮影所までの電車とか考えてたんですけど、うん、あなんかそんなしゃばいこと言ったらもうそれも知ってるからそうですね何って言われそうだなと思って多分言いますねですよね慌てて切り替えてああはいはいまずはみたいなめっちゃ慌ててました、うん、ちゃんと若手芸人に対する接し方と、はい、接し方に急に切り替えました監督の感じみたいな、はい、なんかやべえかもって怒られたくないやらせてもらいましたそれはありましたね、うん、しかもちょこちょこ監督ボケできたりしますもんねいやそうなんですよそうなんですよなんかここでもそうですけどここのなんかリハーサルみたいなとこもなんかずっとボケててなんか、はい、ちゃんとなんか社員さんが説明してんのに、はい、まずここでとか言ってもなんか勝手になんか、うんもうまあもうね別にもうこの二人と何やってるか分からんからなとかそうそう急に言い出したりとかお二人と中に入っていけないから、うん、お二人がこう喋ってもらうのが一番面白いんじゃない、うん、っていうお客さんがね、はい、僕が喋るよりってこのクイーンクイーンっていうあの、うん、食パンのネタをねだからあれ食パンのネタってやついないんですって M1 の僕らのネタ少女漫画とか転校生のネタ食パンのネタ加えてただけだから食パンはどういう人食パンのネタ大阪の師匠と喋ってる感じなんですよなんか本当だよすげえボケるしなんかさっきもこの登壇ここ登壇する前ずっとあそこの扉のとこで監督が出ちゃえいいわけねえいいわけねえだろいいわけねえだろまだだよ秋ちゃんってやつ何回もともやってるからだんだんサプライズ欲しくなっちゃってんだよもう本当にお笑いの作家さんが主人公ってめちゃくちゃ珍しいですよね。確かにね。だいたいね、そのね、漫才とかのドラマとか映画になるから、うん、それはやっぱ、我々からしたらちょっと気になるとことかいっぱいあるけど、一切なかったですもんね、なんか。芸人のリアルというか、お笑いの世界のリアル、ね。お笑いの世界のリアルでしたね、これ。すごかったな。監督、気になるとこが一切なかったと。いやいや、まああるでしょうけど、こんだけ言っていただけるのはありがたいですよね。いや、なんか気になるのは別にその、ハイツの西野の演技とか。いいよ、別に。西野がやれ、キウイやってるだけあるから、キウイをスプークラブでな。種全部作ってくださいと言った。あれだけね、確かに。あれちょっと面白すぎましたけどね。はい、一瞬、拓郎の赤木さんがいたのも気になりました。いやいや、めちゃめちゃ芝居うまかったんですよ、オーディションで。バッチリやな、思って。いや、ムードがね、しかも昔の大阪のね、いや、本当そうっすね、あの映像に合ってますよね。なんかリアルでしたね。めっちゃいいよな。ちゃんとオーディションされたんですもんね。もちろんもちろん。皆さんも、はい。そうですよね。結構普通の役者さんと同じようなオーディションを。もう一緒です、こう、今日みたいなこう5人ぐらい並んでいただいて、その中に、芸人さん、役者さん、役者さん、芸人さん、役者さんみたいな。はい、で、はい、どうぞとかあるし、そんな感じです。普通の役者さんと一緒の扱いです、すごいよな。でも東京の人はなんかみんな落ちちゃったみたいなんですけど、ね、東京の芸人さんもいっぱいオーディション出たらしいですね、落ちたらしいですね。ブラゴーリの大ちゃんとか落ちちゃったらしいですね。名前出すな大ちゃん、名前出すな。お前ネットニュースになっちゃうぞ。ブラゴーリ大ちゃんオーディション落ちたそうです。また言うてる、はい、満勤で落ちたそうです。満勤で。お二人はもしオーディションの話来たらどうですか。映像作品とかってご興味ありますか。ご出演される方で。ご出演される方、出演で、まあどうだろうな、確かに。いけんじゃないですか、なんか、パン屋さんとか。パン屋さん、パン屋さんとかいけんじゃん。パン屋さんとかいけそうですよね。森のパン屋さんみたいな。森のパン屋さん結構丸めのパン、丸めのね、ああ、確かに山を。そう、そっち系の食パン。リアルは。食パン専門店。そう、いいじゃない。いや、いいですけど、ぜひ来たらね、やりたいですけど。煙って、煙。ああ、いいね、食パン屋の煙。食パン屋の煙と合わさって。やってくださいよ監督、うん、そんな言うなら監督がめっちゃいいじゃないですか、山の中で一人こう寝ってるから始まって、うん、何の話なんだよそれ。そういうなんか俺が一人で山静かなさタイプの映画あるじゃん。あるけどね、あるじゃん、静かな、あるけど、うん、南極料理人みたいな。そうそう、静かなやつあんまないやつやりたいですよ僕は。全然いい、ね、あなたはどうなん。いや僕は撮りたいですね、せっかくなら煙をやっぱり。俺を撮りたい。素材としてはすごいいいので、はい、やっぱりそのなんか金髪に染めてもらって、あのな学ラン着て、はい、あとなんかラーメン屋の出前をお金持ちってこうチャリこいでるみたいな。それは脇くんだろそれ。あ、そう、脇くん。ヤンクミ。あ、極戦の脇くんだろ。よう分かったな。極戦の脇くんだろ。極戦の脇くんだろそれ。2のね。2のじゃない。お金持ちってるってことは。
2は岡持ち。1は生徒だから。2は岡持ち。いいです、そんな話は。違うの。違います。1は何でしたっけ？1は何なんですか？1は生徒だから。あ、生徒。1は生徒。卒業して2を卒業してじゃないですか。そんな話いいんだよ。あ、すいません。ワキ君の話とか出てきてからじゃないですか、ワキ君が。そんな話は。そっちで、チクル側に。ワキ君か、じゃないですか。ワキ君か。何を感心してるんですか？ワキ君か、それじゃないのよ。そうですね。竹本監督はどうですか？あ、え、なんすか？お二人をもし取るとしたら。いやいや、もう言いましたよ。パン屋さん。パン屋さん。あの、打天使ですよ。打天使？え、ルシフェル？もしくはルシファー？そんなんいけそうですよ。パン屋と打天使がいる。そうそう。え、同時上映しましょう。なんで同時上映？パン屋の映画と。一本の話にしてもらえる。パン屋をメインにして、打天使のほのぼの大作戦みたいな。逆だろ、絶対。打天使。パン屋のシリアスな映画と。パン屋が15分でピカチュウのクリスマス大作戦みたいなやつだろ。違う。打天使のクリスマス大作戦だよ。で、そこをね、岡持ちバー通って。ワキ君なんですよ、岡持ちが。ワキ君のクリスマス大作戦じゃないですか、それ。ワキ君のなんでサンタクロースはその空中をそれで行くけど、ワキ君は地上でプレゼント届けますじゃないんだよ。ワキ君のクリスマス大作戦。なんでワキ君が地上でラーメン届けに行くんだよ、子供たちに。もう行って。なんて言ったらいいんだよ。面白いかな、思って。面白いかな、それは。男もないこと言ってるわ。そうですね。笑いの怪物にワキさんは一切出ておりません。はい。テアトルアカデミーの皆さん。テアトルアカデミーの皆さん。